プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。この喋り方めっちゃ喋りづらい。おはようございます、桜井です。今回はですね、ノマドの MV 見ます。さあ見ていきましょうか。今回ノマドということで、りんちゃんのね、ちょっと衣装を買い忘れたんで、にごみくにしました。なんで、りんちゃんの枠がにごみくになってるって感じですね。なにこれ、ちょっと待って、なんかさ、水がさ、上にフワーンってなってんだけど、筆が折れてる感じか、折っちゃったのかな、ストーリーね、ちゃんとね、待って、みくちゃんだけ違うんだけど、衣装ね。やらかしたんだけど、俺もう明らかに世界観に合ってないの一人だけいるんだけど、ごめんなさい。かなでちゃんのパートね、いや、いいよね。エナナ、今回ね、エナナンが主体になってるんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。来ました、みずきちゃん。もう全員がね、素晴らしいんですけど、本当に今回ね、やっぱりエナナンが俺大好きなんで、主体をね、エナナンに当てていきたいと思います。真冬のこの振り返るのいいな。あっこをね、エナナンにちょっとしたいですね。みくちゃんごめんね、本当に俺ね、別に悪気があってしたわけじゃないんだ。来るよ。これね、曲もめちゃめちゃいいから聞いてほしい。俺で聞こえないと思うけど。お、何今の、何今の、叩くんだね。叩くんだねって、なんか小学生の感想だったけど、いいよ。いや、なんかこのさ、切なそうな悲しげなね、感じのね、あれがいいですね。表情がめちゃめちゃいいですね。何これ、今の結構好きかも。風景がシャボン玉の中にあるみたいな。これね、すぐ終わっちゃうんですよね。もう今まで上にね、雨水滴が上にあったのが、筆も直ってる。6って書いてありますね。6人目のニーゴのメンバー俺ってことかな。